じゃあ、麻薬覚醒剤違反とか。それはもう、逮捕され、報道もされてるから。基本的に誰かが知ってるはず。で、怯えてる。忘れる。精神病院に入ったら、そんなこともなく言えると思うんですけど。精神病ってあること?そうか。精神病ばっかりやんか。まあ、みんなそういうの飲んでるのか。精神病やったら都合悪い立場の家柄、あるいはそういうお仕事についてるの?それやったら、あんなに凶暴なのは自殺行為でしょ?むしろ。なんだろう、自殺に精神したこと。なんで自殺未遂したかの行き殺それは言いにくいよね。人間関係絶対絡んでるから。でしょ過去でしょ過去。自分がかつてしたこと。されたこと。で、まだバレてないこと。でしょでも、もっとバレてるんちゃう大部分。まだそこがバレてないだけでしょってみんな思うよ。でも、一切何も、全くバレてないんですよ。あ、精神科にもかかってない奴らなんかな。なんか親の権力でとか。あの医者の息子やから、精神病にかかるのを回避して、地域で暴れてる奴とか。バコン立てて嬉しいな。逮捕だけされるの。父を見忘れる奴とか。あ、引っかかって。多分それやねんじゃん。だって調べる。めっちゃ飲んでても調べてる。向こうが、なんか C 効果とか、G 効果とか、まあ、どっちでもいいけど、威力を示す効果ですね。威力業務妨害っていう方法なんですけどね、それ。そう、現行犯じゃないですか、皆さんね。で、結局、G 行動とかも、別の G って感じもあるけど、C 行動にとどまるんですよ。逮捕されん程度の。それはまあ、お父様のお付き合いの弁護士に聞いたりとか、可能です、それぐらいね。で、簡単、それはイージーな。連中にとってイージーなんですよ。でも、それ、めっちゃひどいって庶民思うでしょ。ちゃうねん。なんでかってお父様に期待されてるから。で、お母様に、非常にその、まじで、お父様に期待される。まあ、逆のケースもある。期待が多すぎんの、多すぎんの。親がそんなに立派ですか立派かどうかっていうのは、肩書きとか、境遇とか、家柄と関係ないの。親ほどまでじゃないってくれてるんですよ。親の期待は、親以上の境遇、階級とかやってるんですよ。どんな昔から普通じゃん。どうなのお坊ちゃまやったら。ちょっと待てもっと上目指してんのかちゃうの。その家柄独特の義務が、こんな家に生まれたくなかった。とか、あり得るね、これね。例えば、私にやったら、鹿児島かけしんどいやろ。もう、用心棒みたいに生まれてるから、そのガラスだけしんどいやろな。あ、ちょっと楽になったんじゃないか。あ、でも楽になった感じ。じゃあ、それかもしれんね。で、じゃあ、なんで、うち、鹿児島はそう、好きなの?島塚で何かあったら頭下げに来てるんだって言うのかって。だから、もうしんどいから頼まれて。挙兵してとかさし。挙兵してやからどうする。お父さん、挙兵してください。もううちしんどいです。ばば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 。割とおもろいと思うよ。本人にとってはおもろない。めっちゃしんどい。めっちゃ悲惨しんどくなる。うちの前では、めっちゃ可愛い子犬ちゃんが、案外な。その子かな?そんなもんやで。で、うちが見てないとこでは、僕だとバレないから。私ちゃん、大好き、パパパパパ。ジーコ。
ケース稀にあるけど、めっちゃレアケースだけど、この時代、あっても変じゃないわな。まるで映画の自信やろ。またなんか都合ええと、ええことに。なあ、うまくなんか光っててな。おるかもしれんけどな。そこまで荒れることかってな。思うやろ。うちみたいな下町丸で庶民育ちでな。みんなの総帥やけどな。ありとあらゆるものの族長やけど、うち。人間以外。しかも生き物以外に対してもうちが唯一の族長やけどな。中間管理職って結構上流階級せなあかんやろ。うちは別にそう。どうしよう痛いんだけどな、って。うえーってやってた方がいいんだけど。中間管理職が死んだんですよ。じゃあ、国会議員とか、そうそうとか言ってたりさ。悪かったね。気つかんでて気ついてたよ。だからだなんでそれに合わせなあかんのよ。あのそこ合わせんでええやん、別に。な、いや、僕たちに合わせてもらえないと、おつじさん、ヤマト民族から守れないし、救えないって。そらそうやなってな。でも、ちょっと好みの世界ってあるやん。それが守られたらええやん。でしょ、その方が大事やん。女の健康の方が絶対大事やし。うちを守るためにうちの健康を返して、で、カッコつけられたもの。で、捨てられるやん、うちに。な。あなたを傷つけて守った救世主で、僕と結婚してください。いや、だってバイバイよ。傷つけられたまで救ってほしくないし。命さえあったら、命が危なかったんですか。そんなことない。お前らがおるから、うちの命さえ危ないのに。お前らがめっちゃ有能な中間管理職やから。な、お前から、お前らが恐れられてんの。うちの敵から。うちなんか全然恐れられてんやん。めっちゃ軽う見られてるやん。めっちゃ侮られてるやん。めっちゃ馬鹿にされてるやん。かまえんねん、命だって。自分の子孫残していければ。な、でも、杉田さんのチンチンを取り上げしたら、すぐにでも子供産める会社に戻るんじゃ。その方が大事だ、長言ってるやん。な、誰が勝つとかそんな関係ないやん、みんな。でも男はそうなんか苦しんでんの。それ男の苦しみでしょ。うちのヤマトから守れなかった、エミシたちの苦しみ、ハヤトたちの苦しみなんでしょ、それ言ったら。そう、せいなくなるよ。泣えるやろ。それでいいねん。こんなん言われて泣える男は、それだけなんか別に。な、楽になってよかったな。そんなのが大事やねん。な、しんどいやつだったら感謝すんのがおんねん。ね。じゃあ先生、用意しろ。